すごい雨だな。まあもう少しで梅雨ですからね。おい、気分はどうだ？大丈夫。俺は乗り物酔いなんてなったことないからな。よくわからないんだ。準備は OK？ 鈴木さん、落ち着きないですね。おい、お前。もう少し落ち着け。言われてはる。新しい祭りや、支給されたんだ。ここでスクワットですよ。また、男のところに入るのかしら。早く使ってみたくてさ、落ち着かなくてさ。子供か、お前は。まだ子供の年齢でしょ？なあ、そろそろ今回の仕事教えてくれよ。今回の任務はいつもと違う。それは嬉しいね。いつもどんな任務なんだろう。どうしてだ？俺はあんたみたいになりたくてソルジャーになったんだ。それなのにクラスファーストに昇格したと同時に戦争が終わってしまった。俺がヒーローになるチャンスが減ってしまったわけさ。だからそういうチャンスがあるなら俺は絶対にものにしてみせる。な、どんな気分だ英雄セフィロスさん。お前、今回の任務が知りたかったんじゃないのか？ん？戦争が終わってしまった？今回の任務は老朽化したマコールの調査だ。異常動作を起こしている上に凶暴な動物が発生している。その直近まで戦争してましたけどね。そいつらを始末して原因を見つけ出し排除する。凶暴な動物、場所はどこだ？ニブルヘイムのマコーロだ。ニブルヘイム、ニブルヘイムは俺の生まれ故郷なんだ。そうか、故郷か。変な動物がトラックに突っ込んできました。ニブルヘイムが俺の生まれ故郷。モンスターのお出ましか。セフィロスの強さは普通じゃない。世間に知られているどんな話をするよりもすごかった。俺はセフィロスの戦いぶりに見とれていたな。そして俺たちはニブルヘイムに着いたんだ。ニブルヘイムが故郷？あ、そっか、そうだよ、ニブルヘイム合ってるか。昔はそういう名前だったってことかな。久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は？何笑ってんねん。俺は何を話しているんだ。さあ、行こうか。ジェノバって、あの実験体のことですか？うまくなったな。
ターなんかになりたくないんだよね。そうなの？てか結構クラウドさんお偉いさんですね。こんな感じなの。もう入っていいのかな？魔法の匂いがするな。ちょっと待った。な、あれじゃねえか。何が？セフィロスが言ってた母親の名前。ジナは覚えてるぞ。シンラビルにいた首なしの化け物なの。そうそう、それ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 、それですよ。ジェノバ。覚えてましたか、早乙女さんも。すいません、今携帯で着信があったんで見たんですが、ドン・キホーテからの宣伝でした。 LINE なんて来るはずがなかったんや。ちょっと早乙女、鈴木の話ちゃんと聞かせて。でもよ、手塚さ、鈴木、続けて。幼馴染の再会ね。手塚にも驚かされたの。村はひっそりしていた。みんなモンスターを恐れて家に閉じこもっていたのかな。いや、俺たちを恐れていたのか。マコールへの出発は明朝？今日早めに寝とけ。はい。寝るます。とっとと寝るます。見張りは一人でいいからお前たちも休んでおけよ。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。英雄セフィロスが来るってんでカメラの用意して待ってたんですよ。セフィロスとモンスターのツーショットが欲しいんです。俺の写真を撮れ。マイナーな人の写真は撮らないし、失礼な。はい、いらっしゃい。あんたは、お声は言ったのかな。覚えていないな。ここには行ってない。はあ、ドキドキするな。どうしてだ。いつモンスターが来るかわからないんだろう。